奈良コミの高です。毎週金曜日はより皆様に週末を楽しんでいただきたく、奈良コミチャンネルの方ではグルメの方の特集を行わせていただいております。前回はラーメン特集を行わせていただきました。コメント欄の方にも視聴者さんのおすすめのラーメン屋さんをねご共有いただいておりますので、ぜひコメントの方まで目を通していただければと思います。今回ご紹介する特集は、いよいよね夏も近づいてきて暑くなってきたということもあるので、ソフトクリーム特集を行いたいと思います。イエーイ。去年あたりから奈良県はね急激にねソフトクリーム専門店なんかもね増えまして、紹介しないわけにはいかないということでね、今回特集の方させていただくんですけども、ちなみにシャーベットではなくてソフトクリームをね売りにしているお店をねご紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。ということで早速紹介していきたいと思います。1店舗目、花蜜ミルクさんです。イエーイ。奈良県柏市平野にある牛乳屋さんが作る濃厚ソフトクリームが食べられるお店で、営業時間は11時から19時です。定休日は不定休で、駐車場はお店の前にございます。柏インターの近くにあるお店なんですけども、少しね道がややこしい部分がございますので、ナビはつけていただいて足を運んでいただくことをお勧めします。牛乳屋さんが本気で作るソフトクリームというところで、まあ、数あるメニューの中から僕は牛乳せんべいっていうソフトクリームを頼んだんですけども、まずソフトクリーム自体がめちゃくちゃ濃厚で、甘さも強すぎずミルク感をしっかり感じられる、さすが牛乳屋さんのソフトクリームっていう感じがもうみしみし伝わります。また上に乗っている炭酸せんべいもめちゃくちゃパリパリで、それを砕いて一緒に食べるねソフトクリームはもう絶品でした。濃厚さも感覚だけでなくて、乳脂肪率というものを 8.5% 以上にされておりまして、ちゃんとね理論的な部分も濃厚なソフトクリームです。またね牛乳なんかも購入できたりとか、季節のスイーツを使ったソフトクリームなんかも置いてくださってますので、選びがいがあって何回もね足運びたくなるお店です。ぜひ皆さん牛乳屋さんが作る本気の本格ソフトクリームが食べたいと思った方はね、足を運んでいただければと思います。ということで2店舗目、クリーム本舗さんです。イエーイ。奈良県天理市磯の上町にあるソフトクリームのメニューだけでも30種類以上あるお店で、営業時間は12時から23時、定休日は不定休です。駐車場は店舗前にございます。こちらのお店は大阪を中心に数十店舗あるお店で、奈良県も天理市と葛城市にございます。また近日ね桜井市の方にもオープン予定です。僕は天理店の方に足を運び、抹茶クッキーソフトにオプションのプラス100円でワッフルコーンに変えて食べました。クリーム自体もめちゃくちゃ濃厚で、抹茶の味がガツンとくるというよりは、濃厚なミルクの味にほのかに抹茶の風味が漂うっていう感じでした。クッキーの食感も良くて、またワッフルコーンにすることによってボリューミーで食べ応えもあります。またソフトクリームのラインナップだけでもすごく豊富で、キャラメルナッツやチョコブラウニー、抹茶小倉白玉など魅力的な商品がめちゃくちゃあります。またソフトクリームだけじゃなくて、プリンやクレープなんかも種類も豊富に置いてくださってるので、いろんなもん食べたくなるお店なので、ぜひ行ってみてください。またこちらテイクアウトのみならず店内で食べることもできますので、そちらで食べてもらうこともおすすめです。ようやく奈良県に上陸した、まあ、クリーム本舗さんになっておりますので、まだ足運んでない方はね一度足を運んでみてください。ということで3店舗目、ムー手作りソフトクリームのお店さんです。イエーイ。奈良県北葛城郡神巻町にある手焼きのワッフルコーンと一緒にソフトクリームが食べられるお店で、営業時間は11時から17時です。定休日は不定休です。専用駐車場はございませんが、近隣にコインパーキングがございますので、そちらの方に停めてください。こちらのお店は何といっても一枚一枚丁寧に手焼きで作ってくださるワッフルコーンがおすすめのお店で、サクサクで手焼きならではの食感があり、オレンジピールなんかの酸味も感じられるワッフルになってますので、他にはない一味違うワッフルコーンが味わえます。僕はチョコブラウニーが乗ったダブルチョコレートパフェというものを頼んだんですけども、ソフトクリーム自体も濃厚さは感じますが、甘さは強くなくミルキーでさっぱりといただけるので、めちゃくちゃ美味しいです。
また、チョコブラウニーがしっとりとしていて、チョコレートの甘さも感じることができるので、めちゃくちゃ美味しかったです。また、そこの方にはワッフルコーンを砕いてくださったものが入ってまして、他のお店とかであればコーンフレークとかが入ってるんですけども、ワッフルコーンというところで、これもね、他にはないまた魅力の一つだなと思いました。まあ、他にもメニューとして、まあ、シンプルなソフトクリームも販売してますし、コーヒーフロートとか黒蜜きな粉のパフェなんかも置いてくださってて、どれも美味しそうでした。手焼きのワッフルコーンってね、なかなか食べられるお店少ないと思いますので、一度足を運んでみて食べてみてください。ということで、最後4店舗目、 N アイスさんです。イエーイ。奈良県四季郡田原本町にある深夜のお時間帯まで営業してくださっているソフトクリームのお店で、営業時間は19時から24時、そしてなんと金曜日と土曜日だけ25時まで開いております。すごすぎる。定休日は不定休です。駐車場に関しましては、少しだけお店を北側に進めてもらって、左手の方に大型の駐車場がございます。ちなみに5月には神戸の方にも新店としてオープンされるということです。こちらの店はお昼の時間帯は、以前別店舗にはなるんですけども、紹介させていただいたこちらのお芋おかいもさんが入っておりまして、19時からこの N アイスに切り替わるという斬新な営業スタイルで運営されています。メニューも9種類ほどある中から、僕はクッキーナッツラムレーズンというソフトクリームをいただきました。こちら濃厚なソフトクリームとナッツの食感が相まってめっちゃ美味しく、さらにラムレーズンのそのラム酒の風味が結構効いていて、大人チックなソフトクリームでした。コミはモンブランパフェみたいなのを食べておりまして、こちらもモンブランクリームとソフトクリームが相まってめちゃくちゃ美味しいって言ってました。普段なかなか味わうことができないメニューなんかも豊富に置いてくださってますので、少し贅沢に一味違うソフトクリームが食べたいっていう方はね、こちらのお店に足運んでもらえたらと思います。またボリューム量に関してもそんなに多くないので、夜ご飯食べた後にこちらのお店に寄ってもらって、スイーツ感覚で楽しんでもらうっていうこともできますので、例えばデートのプランなんかにも入れてもらえたら、まあシャレオツかなと思います。ぜひ行ったことないよって方はね、一度足を運んでみてください。いかがでしたでしょうか。今回は濃厚ソフトクリームが食べられるお店を4店舗ご紹介させていただきました。ちなみに今回ご紹介させていただいたお店、すべて2021年にオープンしたばかりのお店で、他にもね、2021年にね、オープンしたお店はいっぱいあるんですけども、奈良県マジでそういったスイーツ系のお店がね、ダーンと増えてますので、一度ね、足を運んでいただきたいです。僕たちもね、スイーツに関してはめちゃくちゃ大好きで、いろんなお店行ってます。スイーツをまとめた再生リストなんかもご用意させていただいてますので、おすすめのお店見つけていただいて、足運んでもらえたらなと思います。また皆様のおすすめのソフトクリームが食べられるお店なんかがございましたら、コメント欄の方にご共有いただければ、そちらを参考に足を運ばせていただければとも思っております。ということで、今週もお仕事、育児、家事などお疲れ様でした。また明日もお仕事だって方はね、まあ、僕も仕事ありますので一緒に頑張りましょう。ということで、今回はこんな感じで終わりたいなと思います。また明日も同じ時間にお会いしましょう。奈良コミのタカでした。バイ。いつもありがとう。